はい、嫁さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ナミスケ団電磁気役部アニメワクワク研究室 YouTube パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いします。はい、ということで、今回は馬娘じゃないよ、見てきました。バン。はい、アリア、ザ・プレ、ク、また間違えた。クレプスコーロということでね、イタリア語で夕暮れだったかな。という意味の作品です。アリア15周年。でね、まあ、前10周年でね、青のカーテンコール1章で、今回2章という扱いで、始まりました。今回はね、オレンジプラネットの話、全体像が映らねえな。こうやれば映る。はい。パンフレット変えましたよ。はい。オレンジプラネットがね、主役でね、アリスちゃんとかね、アナニャちゃんとか、アテナ先輩のお話になっておりました。いやー、よかったね。1時間半だっけ？もうなんか、見るマインドフルネスというか、見るマイナスイオンというか、いやー、なんかね、いいお話でした。はい。もうね、良かったしか言葉がないというか、なんかもう、なんでしょうね、こう、全編恥ずかしいセリフしかないっていう、そんな感じでしたね。いやー、なんか久々にアリアをこう浴びてきたっていう感じですね。いや、いい話でしたよ。ありがとう、JC スタッフ、みたいな。JC スタッフこんなん作れたんだっていう。アマンチュの時も同じこと思ったけど。いやー、素晴らしかったですね。うん。完全新作で。ね。で、アテナ先輩がね、川上智子さんが亡くなられて、で、今回、佐藤里奈さんに代わって、なってました。正直なことを言うと、一番最初のセリフを聞いた時は、あ、変わったなっていう。もちろん違和感はありました。だって変わってるんだからね。変わったなっていう、まあ、確認作業が自分の中でありましたけど、でも最後、見終わった時には、うん、アテナ先輩だったっていう、そんな感じなのでね、変わったからなって、もしも思ってる方がいるのであれば、心配せず、臆することなく見てきてください。ということでね、今回これ開けてみようかなと思ってます。なんか特典でね、何コースターかなんかついてきたの？あまりね、前情報が入らないように、あまりよく調べもせずに行きましたから。じゃじゃん、ぜん、おー、アリアカンパニーですね。やった。アイちゃんですよ。アイちゃんね。いやー、もうさ、これ見に行く昨日はさ、ゆるキャンを見てさ、で、行く直前まで馬娘のゲームやってさ、で、アイちゃんでしょ。もうずっと三橋かおりさんの声聞いてんなっていう感じがするしますね、最近。ということで、アリアカンパニーでした。まあ、本当にね、前編通して素晴らしい作品です。オレンジプラネットをね、アリスちゃんがこう、ちょっと、頑張るお話になってます。頑張るっていうか、まあ、後輩組が頑張って、メインの話はアリスちゃんがちょっと悩んでるっていう話で、で、過去にこんなことあったよねっていう話が、原作からね、持ってこられて、で、完全新作として作られている話になっています。いやー、もうファンとしてはね、もう、また見れて嬉しいしかないんですけれど、いい作品でしたね。うん。でね、まあ、ネタバレになって申し訳ないんですけど、最後にね、あかりが、あの名台詞をまた言うんですよね。あの頃は良かったじゃなくて、あの頃も良かった。今も楽しいですよ。あの頃も良かったっていう、そういう台詞をまた、あの台詞を言うんですよね。うん、そのセリフはやっぱり私はすごく今回刺さりましたね。なんていうのかな。私自身がね、このアリアを見て15年の中でね、成長して、まあね、大人になって変わってきたっていうのもありますし、アテナ先輩が佐藤里奈さんに変わったっていうのもありますし、今回のコロナ禍でね、いろんな人の生活が変わった。コロナ前と後で変わった。今後も変わったままのものも多くなってくるでしょう。あの頃は良かったではなく、あの頃も良かったという形で、進んでいくべきなんだなということをね、この作品でね、本当に強くもう一度再確認できていい映画だったなっていう感じです。そして最後にですよね、特報っていう感じでね、まだやるよっていう感じでね、第2章でまだやるよっていう感じでね、次は姫屋の話ですね。いやー、今回、アル君喋れなかった理由はそういうことですねっていう、ことがね、ひしひしと感じた映画でした。ぜひね、皆さん見てきてください。それでは、バイバイ。